はい、おはようございます。今日は2023年6月6日だよな。火曜日で、今日は利根川の本流に来ました。利根川の本流でもだいぶ上流部ですな。で、まあ言っちゃうとこっちが指そ川ですわ。で、ずっと来て、ほんでずっと下っていくと、あそこが利根川の本流との合流地点です。いやー、今年さ、利根川の本流水少ねえわ。あのダムの放流止めたんだね。あそこの堰堤通過、あそこ全然水が出てないもん。いつもこの時期さ、全開そう流れてんだよね。なんで、これいけんじゃねえと思ってんだけど、ちょっとね、天気がどうなんだろう。今日、昨日よりちょっと寒い、肌寒い。まあ、とりあえずちょっとやってきます。さてと、とりあえず、ちょっとそこの手前やっていくかな。いやー、ちょっとまだ今8時向こうの流れ出しにずっと見たいんだけど、それ届かんな。はい、よし、この流れに乗せて、その流れ出しで出てくるか。ここはまだ指そ川だね。ここで来ねえってことは、あの泡の向こう側から流されたね。だな、泡の向こう側から流して、さあどうだ。ちょっとあこれに淀ましていって、反応ないな。これはダメだな。まだちょっと朝早すぎるわ。さて、向こう側の海岸側からちょっと流れてんだね。利根川の水なんだよね。でこっちは指そ川の水。いやー、でもちょっと指そ川の水の方が多いな。で、ここのポイントも結構大物が潜んでるんだけど、まだ早いかな。それではちょっとやってみよう。こっちの流れ出しの方に、背の方に、もうちょっと下か。下から攻めていくか。でも釣り繰りだとはすごいやりづらいね。この辺からやっていこう。何もないね。やっぱりこの上から流さないとダメかな。
真ん中の淀んでるとこ、ここにぶっ込んで、さあどうだ、落ちた。いや大した落ちじゃないけど、岩中かな、岩穴ですな、やっぱりな。大した大きくないけど、あれなんかこの岩ね変だぞ。顔がなんか変だぞこれ。病気かな。水冷てー、これはちょっと山もまだ厳しいな。この外れた、はい、この山もちょっと変です。顔がこんな ピンクっていうかさ、おう、よいしょ、 こんなんなんだよね。体は真っ黒なんだけど、傷っていう風でもねえな。なんか病気なのかな。あ、尻尾もなんか色が変だね。あれこれ放流門かな。なんかでもそんな感じすんな。はい、でちょっとリリースします。おい。ラフティングが来ちゃったよ。こんな平日にこの寒いのに、いやもう上がるつもりだったからよかったんだけどさ、もう全然釣れねえからダメだわ。いやーダメだ。ダメだね、終わりだね。まあどっちにしても今日はちょっと無理だな。よし、仕掛けをと畳んで下流へ行こう。はい、おはようございますじゃねえや大移動してきちゃうわ。利根川の本流、あの朝やろうと思ってたところにね戻ってきました。
で今ね朝様子見たらね、あそこのちょっと下に園庭があるんですよ。そこまでで餌釣りをやってる人がいたんだよね。長竿でね、多分9メーターぐらいかな、本流竿で。多分あの園庭の下に、ね、結構ね水が溜まってるんですよ。あそこを狙ってたんですよね。でもしかしたらそこをやれたらこの辺こうどんどん上がってくるんかなと思っていたんだけど、来たらもういないんだよね。車もなかったしね。まあそんなわけでここやってきますわ。あ、ちなみにあそこの園庭の下のところはね、あそこ出ないんだわ。全然いないってことはないけどね、全然出ない。はい、ここやったのかな、ちょっとわかんないけどね。あとあそことかね、あそこは本流沢どうなんだろう、木が追いかぶさってるから難しいけどね。まあとりあえずちょっと俺も釣れるかどうかわかんないけどやってきます。じゃあ早速ちょっとやっておくか。昨日より水少ねえんじゃねえかな。さあどうだ。この辺さ全然出たことねえんだよね。さてさて、ちょっと上へ移動しました。とりあえず手前から徐々に攻め入ってみるか。いやーでも本当今頃の時期この水量ありえないな。どうしちゃったんだろうな。なんでダムの放流が止まってるのかがちょっと不思議なんだよね。まあその代わりヤンバダムの方がすごい放流してるから、そっちでカバーしてるのかな。でこっちの方は水は取っておこうっていう作戦なのか何なのかはよくわからんけど、なんせちょっと珍しいよねこんなの。過去にねえんじゃねえかな。だからそこの流針のところにさゆったり泳いでんだよな。多分 4,5 匹そこに上にいるんだよね。いやー参ったね。全然食ってこねえわ。次行こう。風があってちょっと厳しい状況になってきたかと来たわ。うん、イワナか。どうもイワナっぽいな。イワナだね。うん、ヤマメか。やっと来た。ヤマメです。
あ、やっぱ昨日釣ったんと同じサイズぐらいだね。よっこいしょと、やっと来たわ今日初の。来ましたね。やっぱり昨日釣ったのと同じサイズだね。25センチぐらいで。これがだから7月とか8月真夏あたりになると尺超えるのかな。よくわかんないけど。はい、リリースです。はい。よし。よし、次行こう。いやー、お疲れ様でした。いやー、今日出なかったね。なんかちっちゃいあたりがね、結構ね、朝方がつかあったんだけど、で活性がいいかなと思ったけど、大きいのが全然食ってこねえんだよね。あ、でもね、魚はね結構いる。大きいのいっぱいいるんで見えるんだよね。全然食ってこなかったわ。一匹だけかな、そこそこ中型のサイズ。あとはここの対岸の、あそこ対岸側のあの足際ね、あそこがいつも大きいのが出る確率がかなり高いんだけど、まだ季節的に早いね。いつもお盆過ぎなんだよな、そこら辺結構溜まってんだよね。まあそんな感じで今日は冴えなかったな。昨日調子良すぎたんだよね。まあそんな感じで、ちょっとまた来週1週間後だね。そういうことです。お疲れ様でした。